こんにちは、みゆです。マニです。マサです。こんにちは。今日も森先生の視聴者レッスン企画第2人目なんじゃなかったっけ。あいつ学んでねえぞ。よろしくお願いします。お願いします。頼みますよ、頼みますよ。いや、釣りました、ちゃんと。はい。じゃ、お悩みとあとゴルフ歴と教えてください。はい、ゴルフ歴は7年になりまして、悩みは、球筋、打ち出しが左に行ってしまうのが悩みになります。おそらくスイングが外から、アウトサイドインになってしまうというのが原因かなというふうには思っておりますが、ちょっとどこが直せるのか見ていただきたいなと思います。はい、また私とは違う悩みなんで。逆。そうですよね。私はもう左に行きたいって言ってるのに。いやそれぞれですね。なんかでもその方法もなんか結構多い、聞きますもんね。左に行くっていう。そうですね。男性は特に多い。あ、そうなんですか。はい。やっぱ右利きなんで、右の力が強いのか、やっぱりちょっと左手がこう機能してないのか。なるほど。なるほど。じゃあ今回右手殺していきましょう。はい、はい、お願いします。ちょっと打ってもらいましょうかね。はい、それは左に7番アイアンで。はい、7番アイアンです。はい、おー、いいショットでしたね。全然左行ってないですけど。終了。結構安いけど。エンディングだ。なるほど。ナイス。ちょっと7クラブ持ったら、ちょっと7クラブ持ってみましょうか。はい。うわー、まっすぐ綺麗。うまくいった方ですね。綺麗。ナイスショット。オッケーです。ちょっと右手をごめんなさい、殺す前にちょっと動き、はい、ちょっと変えたいんですけど、右足の使い方をちょっと変えていかないとっていう感じ。はいはい、何かっていうと、今バックスイングで上げていくときに、はい、よく聞くのはこう構えて上げていきますって時によく右の股関節に乗るようにとか言いません。はい、まあ、なので右足のこう内側使って上げていきたいのは、今マジさんの場合右足外側使っちゃってるんですよ。あ、はい、で外側使うんでちょっと膝が伸びやすくなってる。で気持ち悪くなると膝が伸びちゃって上体が上がるんですよね。はい、こうやってと沈み込む動作が入って、ちょっと外から入りやすくなるとか、はい、あとは外を使っちゃうと右に流れる、うん、流れすぎちゃってそれが戻しきれません、手で返しますってなると、はい、チーピンになる。うん、はい、なのでここでちょっと抑えるように構えてもらっていいですかね。はいはい、右の方が開いてるんですよ。はい、でこれつま先開くと外側使いやすくなるんで、へ、左足の方がちょっとまっすぐなことになりますね。はい、これが原因なんですよ。なんで右のつま先もうちょっと内側に入れてもらっていいですか。で入れるときにかかとをこうずらすんじゃなくて、つま先を内側に入れてもらって、つま先を違う、そうそうそう、もっと、はい、OK です。そのままちょっと打っていきましょう。ちょっと窮屈な感じあると思うんですけど、それで打ってもらった時の感覚がその右の股関節に乗るとか、はい、右足の内側使ってるよっていう感覚になるんで、もう一度こんな感じでいいですか。はい、大丈夫です。はい、ナイスナイスナイス、よいしょ。ちょっと感覚違うのわかりますかね。そこがちょっとやっぱり普段よりも内側に入れるだけだいぶ違和感あります。違和感ありますよね。なのでトップはなんか気持ち上げにくいというか、うん、上がりきらないのはあると思います。はい、ロックがかかっちゃうんで、要は、はい、ただそこまでで大丈夫ですよ。すごいこう体回しすぎちゃうと頭の位置が上にずれたりとかして、バックスイングで上がると絶対下がるところが入るんで、はい、それで外から入りやすくなっちゃう。この広げてた理由が、はい、やっぱりそのバックスイングの、はい、その
最高打点というか、はいはいはい、がそのなるべくこう回った方が、はい、まあ、距離が出るかなというふうに思ってたんですけども、はいはいはい、見る限りオーバースイング気味ですか、あっちは。オーバースイングまではいかないんですけど、ちょっとそれで軸が気持ち左に傾いたりとか、はい、頭が上にちょっと上がってるなっていうのが感じたんですよ。なるほど。そうそうそう、すごいこうクロスしてるとかではないんですけど、ちょっとそこを抑えてあげるとその軸の傾きとかが変わってくるんで、もっと見取り率も上がってくるかなっていうのは感じましたね。分かりました。はい、というように、はい、はい、ちょっとそれで打ってみましょう。はい、であとは右足です、うん、で2つあと 右手か OK です、はい、構えてもらって、はい、OK です。上げてってください。これも上げていきます。トップまで上げてってもらっていいですか。そう、この肘が打つ瞬間にちょっと後ろにこっちに入るんですよ、うん、なんで肘は内側に向けといてあげてください、はい、そうで、ずっと外側ちょっとクラブ、ドライバーでいいで、離して握ってもらって、はい、絡んであるとこで、右肩にこうやって担いでもらっていいですか。はい、そう、この時に、ここに何か巻きがあると思って、はい、それを、なんて言ったらいいの、切る、はい、時ってどうやって上げますか。上げる。そう、こうですか。クラブをこうやって担ぎ上げる。そう、はい、この時に肘ってこっち向くと力抜けるの分かりますか。そうだね。そうそうそう、ヘッドが下がっちゃう。そうですそうです。で、右肘は基本的に内側、うんうん、内側に持ってて、その状態で肩回してってもらって、そう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 、パークラブを見えて、はい、こっから右肩にクラブを担ぎますって言ったら、はい、ここも肘なんです。このままちょっと前傾しまって、はい、そのまま肩回していきます、はい、これですよ、右手の位置、うんうん、これがこっちに来ちゃうんで、はい、とこっから叩く動作に入るじゃないですか、はい、と外に入りやすく、外から入りやすくなっちゃうんですね。この肘内側にこうやって向けといたんじゃなくて、インサイドから絶対入んないですよ、はい、これがこうなるから外から入っちゃうんで、そう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 、そうですそうですそうです、はい、なんで構えます。構えて、もし動作中にできないのであれば、はい、もうアドレスの時から普通に構えていいですか。右肘ちょっとこう溝打ちの方にこうやって寄せちゃう、はい、その状態で上げてってあげると肘が外に向きづらく、そう、そうそうそう、綺麗、そうそう、肘が支点になってそのまま戻っていくから、インサイドから入りやすくなるというか、はい、なんで2つ構えます。右のつま先内側を入れます、はい、右の肘は溝打ちの方に寄せます、はい、そう、それだけ。すごい、またまたそのまま上げてってあげる、うん、そう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 、ちょっと窮屈かもしれないけど、それで行きたい。スタンスから意識して、はい、その、はい、右の足と、はい、あの左の肘意識すれば、あとこう自然と上げるだけで、はい、トップはその理想的な形になるんで、すごい分かりやすいというか、やりやすいですね。恐縮です。分かります。私もアドレスで癖を直してもらいました。から直ればアドレス直せば、うん、そうですよね、トップも理想的な位置にするっていうのは、そう、右足、その右側を上げて右肘を右足の方に寄せる、うん、足、うん、右肘もっと足、そう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 、そうです、そうです。窮屈ですか。すごい窮屈。へえ。違和感が、あ、でも違和感ありますね。そのままちょっと正面の鏡見てもらっていいですか。はい、なんか自分が思ってるよりそんなにこうすごい右にこういってるような感じあると思うんですけど、はい、そんなにないの分かります。そうですよね、そんなにおかしな、そうそうそう、思いっきりその右手を中に入れちゃって大丈夫。はい、切りました。 OK、 で、うん、うわー、うわー、うわめちゃ飛んでる。ナイスショー。笑顔っすよ。めっちゃ気持ちよさそう。ここはちょっと、はい、結構大げさにやっちゃって大丈夫なんで、そう、こうちょっと意識して、そうです。すごい。あさん、左ってどのくらいが嫌なんですか。ちょっと左に掴まれてあれば全然許容範囲内なんですけども、じゃあやっちまったみたいな、左にズコンってこう出ていく、そうです、ような左から左に行って、しかも今結構大きなフックがかかりやすいのが、うん、悩みでもあるんで、うんうん、左行ってさらにフックかかったらもう
ハザードで軍配って感じになってるんで、このシチュエーションよく分かんないに収まれば OK なんですけど、せっかくなんでちょっと何球かもうちょっとなじまして持ち帰ってもらえればぜひ。もう一個、はい、トップの位置で、はい、まあ、これ治ると思うんですけど、はい、こうなってるじゃん。あ、それね、なってなかったです。なってなかったです。全然綺麗に、はい、綺麗になって、はい、これで治ってます。はい、なってました、なってました。こうなるから、クラブこっちに来るんで、うん、こう上げてって、これがこう開くから、はい、こっちに来るんですよね、はいはいはい、開けば、そうそうそう、はい、多分それが原因ですね、はい、で、それが原因で、こっから来るからこう来るんです、はい、比重が違う、そう、なんでこのストレッチしてあげた方がいいかも。あのストレッチの方が多分前上がってると思うんですけど、はい、そう、クラブに向くだけ、こうやって上に上げて、こう肘のちょっと外側ぐらいにクラブに向けてるじゃないですか。肩じゃなくて肘、肘の方です。そうそうそう、そのまま左手で正面からクラブ掴んで、その左手を前に持っていく。左手を前に、そうそうそう、その時に肩回していきます。ここがトップに行ってます。そうですか。そう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 、痛そうだね。痛いしね。痛そう。ここが硬いとやっぱりアウトサイドになりやすい。なんでかというときついからこうなるじゃないですか、なんでスタート前とかに私もこういうストレッチするんですけど、はい、そう、それが原因。そう、ここのストレッチってあんまりしないと思うんで、はい、なんでお風呂上がりでも、もし何でも孫の手とかでもいいんで、短くこうやってついてるから、はい、クラブじゃなくても大無理だ。で、毎日ちょっとストレッチしたいって言ったら、ここと、あと逆、左も欲しいですね。そう、意外と左肘こうやって開いちゃう人とかって、ここが硬い人もいるんですよね、はい、左は、そう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 、で、右手で前に、そう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 、はいはい、で、どういう、そう、で、ね、こう前に持ってきた時に自分がこうやって後ろに行っちゃうと何のストレッチにならないんで、まっすぐ直立したまま前に持ってきたい、はい、そうですね、甘えちゃってるとまっすぐな、はい、できるだけそう倒してあげるってことができるようになるんで、わかりました。そうそう、そのストレッチをちょっと継続してあげると今の動きがもっとスムーズにできるようになるかな、はい、めっちゃ肩甲骨効きますね、はい、肩甲骨効きますよ。その肩甲骨周りもしてあげて、硬い、硬いことわかりました。そうですよね。すごい今の右肘をもっと中にしちゃっていいですよ。そう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 、 OK です。なんでちょっとこうくっつけるような感じで、その肘曲げちゃっていいんで、はい、曲げて内側に持って、曲げて、そう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 、OK、うん、OK、 よいしょ、おー、すごい、めちゃめちゃいいと思う、今取っといたんで、ナイス、やりますね、ナイス、すごい。めっちゃ綺麗。どっちに聞いたらよかったです。言ってすぐできるから。ワクチンでした。おっと、ワクチンでした。ちょっと待ってください。これだって喧嘩でいいんですか、これ。ボレちゃんが違うのかなと思ったけど、合ってるってことが分かった。よかったよかったよね。ごめんよね。ありがとうございます。はい、ありがとうございました。ありがとうございます。どうでしたか、スイング。そうですね、でスタンスを変えればそのスイングが変わるっていうその教え、教えがですね、非常に分かりやすくて、でやっぱり動いてる動作の時に何か変えるって難しいんですけど、その止まってる時にこう何か変えるって結構簡単では、意識するだけではあるので、はい、分かりやすくて、分かりやすくて、速攻性もある、位置に入ってました。ありがとうございます。恐縮です。ということで、ダウンスイングでこうアウトサイドから入っちゃう、それをどう直したらいいかっていうので、まあ、さまざま理由はあるんですけど、マスさんの場合は右の肘の向きと右足の使い方っていうことですね。はい、内側っていきますよね。内側です。はい、そう、全てが内側ですね。はい、ストレッチも頑張ります。毎日です。毎日。そう、はい、では本日はありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。